楽うまクッキング。今日は広島市中区神谷町にある広島四川飯店で、誰にでも愛される中華を探求し、日々進化し続ける大康則さんの登場です。では大さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週は初心者でも大丈夫簡単おせちメニューご紹介します。まあ、今は、まあ、おせちは買うわよというご家庭もね、多いかもしれませんが、今日ご紹介する2品くらいは作っておくとお母さんやるねっていう感じで。簡単ですけどね。そうですね、簡単に出来上がります。こちらを作ります。ボイルエビの紹興酒風味と大根の中華風漬物。まあ、テーブルも華やかになる。そうですよね。はい、2品ですね。はい、早速クッキングスタートです。はい、まずエビですけども、はい、今日は伊予とエビを使います。はい、はい、こちらをちょっと下処理していきます。はい、まずはエビの下処理。はい、まず背わたが入っていれば背わたを取ってあげてください。はい、つまようじで刺して。あ、わ、綺麗に出てきましたね。取れましたね、これね。はい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 、はい、気持ちいいですね、これは。で、これを今度尻尾と頭をまず切ります。尻尾、ここ水が入っているので、ここちょっと落としてやりますね。尻尾に水が入ってるんですか。はい、ここ水入ってるんで臭みがありますから、ここ切ってやります。硬いところを切る。はい、で、頭の先っちょも切ってやります。で、ヒゲと足、はい、これも全部切ってやります。使うと簡単ですね。はい、ハサミでこう切ってやります。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、先生さんも一つやってみてください。はい、背わたを取りますね。はい、あったこれを引っ張りますよ。はい、おーい取れました。はい、大さん一発です。よかったですね。はい、そしたらちょっと頭、尻尾、足を切ってください。ハサミ、そこに。ハサミ、はい、まず尻尾を切ります。はい、はい、で、頭の先を切ります。はい、はい、で、ヒゲと足を切ってください。はい、はい、はい、それでエビの準備できましたね。はい、はい、はい、じゃあ続いて鍋いきます。はい、はい、鍋に今1リットルの水が入ってます。はい、はい、火にかけてません、ただの水です。はい、まだ火にはかけていません。はい、ここに紹興酒100ミリリットルを入れます。はい、で、さらに四川の山椒の粒、はい、はい、これをまあ20粒ぐらいで、ネギですね、まあ、ネギ適量。はい、で、生姜も適量入れてやります。はい、はい、これを入れたら火にかけてやります。材料全部入れてから火にかけて、はい、入れてから火にかけて沸かします。はい、はい、そちらがうまあざになりますね。はい、で、今入れたネギ、生姜、山椒の風味をより一層引き出すために水から入れて火にかけて沸かしてやります。はい、はい、で、じゃあこれ沸いたものがあるのでちょっと入れ替えますね。はい、紹興酒、さすがに沸かすと香りがすごいですね。盛り上がってますよね。はい、このように、はい、はい、十分沸いてます。はい、で、この沸いたところに塩を入れてやります。はい、はい、これがまた塩が 25g、はい、しっかりと入りました。そうですね、しっかり入れた方がこう日持ちもしやすいですし、はい、しっかり味を入れてやります。はい、で、ここにエビを入れます。はい、先ほどの下処理をしてある、はい、エビを入れてボイルしていきます。はい、あ、すぐに色が変わった。でも火は強火のまんまで、はい、まあ、エビに火が通るかなぐらいで大丈夫です。はい、やっぱりこのエビ料理っていうのはおせち料理の中でも華やかで、まあ、欠かせないですよね。そうですよね、うん、色合い的にもとっても大事ですね。はい、で、まあ、ここでエビに8分9分ぐらい火が通ってきたら、はい、エビを取り出していきますね。はい、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 それをください。はい、ごめんなさい。まず、はい、エビだけ出していきます。はい、はい、なお綺麗です。はい、立派でいいですね。そうですね、頭った方がいいですよね。はい、このようにエビをまず取り出してやりますね。はい、はい、そしたらこの汁があるじゃないですか。はい、汁をこしてエビに入れてやります。はい、はい、あ、なるほど、ネギとか生姜とか山椒は入らないように。そうですね、はい、そちらが基本の木になります。はい、ネギ、生姜っていうのはやっぱりちょっと傷みやすいので、はい、この段階で取り出してあります。はい、はい、でも
干された汁にエビが入っている状態ですね。はい、はい、で続いてうまざになりますけども、はい、このまま常温で冷ましてあげてください。はい、冷めていく間にエビに味が入っていきますので、このまま常温でゆっくりゆっくり冷ましてください。はい、はい、で冷めたものがこちらですね。はい、こちらになりますね。はい、ちょっとこう色も濃くなって、そうですね、はい、これでしっかりエビに味が馴染んだ証拠。はい、はい、じゃあこれをまず盛り付けていきますね。はい、はい、お皿だけください。はい、まあ、これをきれいにちょっと盛り付けていくためにちょっと放射状にしようかと思います。はい、放射状、放射状、まず今日10匹いるので、はい、まず2匹置いて、はい、間に4匹置けばきれいにできるじゃないですか。はい、なのでちょっと先生さん、持ってもらっていいですか。え、聞いてるようで聞いてなかったですよ。はい、ちょっとそっちへお引っ越しでお願い。何ですか、そうですか。はい、そうですね、間に4匹ずつ入れてあげてください。はい、で、まあ、これネギ生姜取ってますし、はい、味もしっかり入れてますんで冷蔵庫に入れとけば 2,3 日持ちます。あ、 2,3 日持つ。はい、で、まあ、今紹興酒を使って1品作りましたけど、紹興酒こう、そうですね、で、もう1匹入れてください。はい、じゃあ僕次の一品いきますので、紹興酒使ってもう一品を紹介します。はい、大根と人参の紹興酒風味の漬物を作ります。はい、はい、まず大根を切っていきます。はい、大根は皮を剥いてありますので、細切りにしていきます。まず薄切りにして、そう、紹興酒って、まあ、大体瓶ですから余っちゃうんですよね。そうですね、なので今日もう一品作りますね、紹興酒使って。はい、大根をこのように細切りにしてやります。はい、はい、そしたら、はい、袋に入れます。はい、ごめんなさい、この袋に入れます。はい、今もうある程度切ってあるのと、あと人参も同じように切って準備してあります。はい、これを入れます。はい、はい、そしたらここに野菜に対して 1% 程度の塩を入れてやります。はい、塩を入れて、はい、今回は 5g です。はい、これを混ぜてやります。エビ盛り付け、あ、いい感じですね。いい感じです。真ん中にパセリをポンと置いてあげてください。はい、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 あ、全然こうだ、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 はい、できましたね。それで一品、素晴らしい。はい、はい、で、こちらが大根と人参塩をして混ざったら、はい、空気を抜いてこの状態で、まあ、30分ぐらい置いてあげてください。はい、はい、そして置いたものがこちらになります。はい、はい、今塩を入れました。そうですね、塩を入れましたので、こう水分がすごい、こんなに出てますよね、水分が。はい、はい、このような感じになります。じゃあこれを水分を切ってやります。はい、こんなに水が出るんですね。はい、そうですね、はい、野菜の水分、アクエグミも出てます。はい、はい、こんなに出てますよね。はい、はい、で、これをちょっと水分をしっかりと、はい、キッチンペーパーで使って拭き取ってやります。これ塩入れて水分をこれだけ出すことによって何が変わるんですか。やっぱ野菜のシャキシャキした食感と、こう野菜の青臭さを消してやります。はい、はい、で、しっかり水分を取って置いておきます。はい、はい、じゃあこれをつけるタレを作っていきますね。はい、はい、ボウルにまずお酢が入ります。はい、お酢は 40g。 はい、で、醤油です。お醤油 100g。 はい、はい、で、砂糖です。お砂糖は 30g です。はい、で、ここに紹興酒が入ります。はい、再び紹興酒 30g。 はい、入れたら砂糖が溶けるように混ぜてあげてください。はい、結構このタレは後で大根と人参と合わせていくので、しっかりと味がついてて、そうですね、いいですね。こちらも味しっかりしてます。はい、はい、で、ここにスライスしたニンニク、はい、はい、で、生姜、はい、で、さらに四川の山椒、はい、で、唐辛子ですね。はい、ずいぶんスパイシーです。はい、はい、入れて混ぜてやります。はい、はい、そしたらこれをタレと大根と人参、はい、袋に入れてやります。はい、またまたビニール袋登場。はい、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 全部入れたら、まあ、しっかり揉み込んでやります。なるほど。はい、そしたらこれも空気を抜いて、はい、はい、大根人参がタレに浸かるようにして、これで縛っておきます。で、また
この半日くらい置いておく間に味が染み込んでいく。そうですね、置いてる間に味が染み込んでいきます。はい、はい、じゃあ半日くらい置いたものはこちらですね。はい、まあ馴染んだ感じしますよね、比べてみたら。はい、はい、じゃあこちらを取り出します。はい、はい、ザルにあげますね。はい、はい、これ見た目ちょっと味が濃いのかなっていう色合いがしてますけど、まあそうですね、食べてみるとそうでもないんですか。これが半日ぐらいで漬けておくとやっぱしょっぱくなってくるので、はい、味がちょうどいいなと思ったらタレを切って保存してあげてください。はい、だいたいまあ冷蔵庫入れとけば 4,5 日は持ちます。はい、はい、じゃあこれはもうできているのでこれも盛り付けますね。はい、だから今回の2品はあれですよね、お正月の当日にバタバタと作らなくてももう作って置いときますよね。ね、冷蔵庫で保存できるというのが前もって調理できるのがいいですね。でエビも大根も味がしっかり染みたなと思ったらもう汁を切って保存してあげてください。はい、はい、あ、いい香りがします。美味しそうです。はい、はい、どうでしょうか、ね、はい、変わりましたか出来上がりました。ボイルエビの紹興酒風味と大根の中華風漬物、45分で完成です。では材料を見ていきましょう。有頭エビは背わたを取り除いて頭の先と肩、尾の先を切り落としてから使ってください。そして水に紹興酒や山椒、ネギ、生姜などを入れて沸かすことでそれぞれの香りが引き出されて風味が良くなりました。そして火の入ったエビは常温でゆっくり冷ましながら味を染み込ませましょう。余った紹興酒は大根の漬物にも今回使用しました。塩もみして脱水した後に味付けするだけの簡単な漬物です。どちらも日持ちが効くのでおせちにはぴったりです。ぜひご家庭で作ってみてください。では青山さん、どうぞお召し上がりください。はい、正月らしいですね。はい、いただきます。じゃあエビから。先生さん、はい、エビ綺麗に並べた後のパセリの置き方雑でしたね最後まで気を抜いちゃいけませんね。そうですね。はい、はい、いただきます。美味しい。しっかり味が入ってますね。そうですね、しっかり味を入れることで日持ちもしますし、はい、これ普通 の、 あの和食のゆでエビよりも美味しいですね。あ、わかります、うん、もうこれだけでしっかりと味が、うん、そうですね、エビも甘く感じますよね、うん、そしておせち料理様々ありますが、はい、箸休めとしてこういうのがあるといいんですよね。はい、あ、いい音ですね。あ、これはこれは癖になりますね、うん、であんまりこう紹興酒使ってますが、うん、お酒お酒してなくて、うん、そうですね、はい、ご飯にも合いますし、はい、うん、お子さんでも大丈夫だと思います。そうですね、全然辛みもそうでもないですね。はい、うん、ぜひ作ってみてください。さあ明日は精進料理の吉村さんが、紅白、あ、違う、篠田巻きと柚子の紅白なますを教えてくれます。はい、財産どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。